こんにちは、マイリンです。私は、ペヤング焼きそばが大好きなんです。私は今まで、様々なペヤング焼きそばを食べてきました。今日は、ペヤング焼きそば、なんちゃってそば風を食べます。そばのように見えますが、そば粉は不要なんです。なので、そばアレルギーを気にしている人も食べることができます。いただきます。